頭痛が痛い。ちょっと聞いてくれますか？今日ね、死ぬほどね、サヤエンドウ思いできたんですよ。でね、茹でてジップロックに入れて冷凍しとくとしばらく使えるんですけど、これからまだまだ取れるんで、とてもじゃないけど、うちの家だけで消費できる量じゃないんですよ。で、近所もね、この辺一帯みんな畑やってるから、あげてもそんなに喜ばれないんですよ。で、実際私もね、この前、フルーツみたいなとかいうスナップエンドウ食べたじゃないですか。私ね、スナップエンドウの好きなんですよ。なのになんでサヤエンドウかっていうと、うちのね、じいちゃんがね、昔から畑やってて、もうその世代っていうのはね、サヤエンドウしかないんですよ。で、絹さやとか言って若取りしたりとか、あとね、もう木が終盤になると、実そのままね、枝に残して枯れさせて、グリーンピースみたいなの取ったりとか。なんかね、あ、違う、枯れさせる前っていうか、実を膨らませて、もう最後みたいな感じにね、したりして、グリーンピースご飯とかね、そういう感じなんですけど、今日はね、行ったらまだ若いのが多かったんで、なんかいろいろあったんだけどね、もうね、3キロぐらい取ってきたんですよ。サヤエンドウが3キロってわかる？ね、このぐらいの袋に、もうね、バッグ丸ごと、だからね、ボーリングの玉の二回りぐらい大きいぐらいかな。うん。それでね、なんつうんだろう。なんていうの？地元のね、人たちがさ、こう、交流できるさ、掲示板っていうのがあるじゃないですか。そこにね、出したの。そしたらね、早めに3件ね、問い合わせがあったんですよ。で、1人目はね、多分男の人で、電車のね、改札で分け出してほしいって言われて、足悪いじゃん。車椅子じゃん。明日ね、出かける予定あるけど、最寄りのバス停じゃなくて、駅前のバス停でね、乗ることにして、駅までね、なんとね、1.5 キロのね、サヤエンドウを持って歩く私になりますね、明日。で、もう一人が、最初ね、スナップエンド子供も好きだから、すごい喜びますって言われたんですよ。で、明日何時ぐらいでどうですかみたいな。すごいなんか、積極的なお母さんが来たんですよ。で、ありがてえなって思ったんですけど、スナップエンドじゃないと思って、ああ、ありがとうございます、って。何時頃までです、大丈夫ですよ、って。で、ただ、これ、スナップエンドじゃなくて、サヤエンドなんですけど、大丈夫ですかね、って言ったんですよね。で、まあ、断られるかなと思ったんですよね。自分も、かなりそこの差は感じてて、ああ、ちょっとこれは、ああ、ちょっとって思ったんですけど、その人すごいいい人で、なんか豆が大きい方が子供は喜ぶから大きめのやつを入れてもらいたいけど、もうその量をその値段で譲ってもらえるだけすごいありがたいから行きますみたいな。ただ時間が私がもう明日バスに乗らなきゃいけない時間の30分後にしか行けないって言われて、あ、じゃあもう自宅の前に置いとくんで、取っててもらえますかっつって、いう話に、とりあえず今夜の時点ではなってます。で、もう一人三人目にね、問い合わせした人は多分ね、若い女の人だと思うんだよね。私と感覚が似てると思うんだけど、これ、スナップエンドウですかっていきなり来て、いや、これ、サヤエンドウですって答えたら、あ、サヤエンドウはちょっと苦手なので、今回残念だけど見送りますって言われて、あ、わかりました。また機会あったらお願いしますね、みたいな感じで、とりあえず二人決まってますね。まあ、お金はね、ほんと、なんか駄菓子屋のなんか、ままごと遊びみたいな値段なんですけど、まあそれでもね、無駄にするよりははるかにね、いいかなと思いますし、人とね、なんかやりとりできるから、まあね、疲れてる時はね、なるべく人と交流しない方が自分のメンタルにはいいんですけど、まあね、こういうのもありかなっていう感じで、ただね、一つ懸念点は、ね、その改札で受け渡しっていうのはやったことないんで、まあ、ちゃんとできるのかなっていう心配、うん、ありますね。うん。あと、家のね、前に置いとくんだけども、まあ、変な話を、お金置いていかないで持ってっちゃうんじゃないかとかね。まあ、そんなせこい人じゃないとは思いますけどね。まあ、なんか、すごいこの一つの出品に際していろんな勉強があったなと。女性二人はスナップエンドだと思い込んで、男性は豆ご飯がいいから、絹さやじゃなくて豆がね、もう膨らんでるね、やつが欲しいと。ほいでね、その3キロ、ボーリング玉の2回りからもう言うたらもう3回りぐらい大きいような袋にパンパンに入ってるそのサヤエンドウを、バーッと机の上に並べて、
そっからね、まず一人目ね、豆が多めのやつを取ってて、その後ね、煮物に使える絹さや状態のを一緒に入れて、でね、おまけつけて、で、一袋完成、みたいな。で、もう一人ね、お母さんね、豆が大きい方が子供が喜びますって言うんだけど、豆もさ、さやエンドウってさ、豆膨らむとさやが枯れるんよ。だからね、さやが、まだ食べられるけど、豆は大きいみたいな、みずみずしさが残ってるみたいなやつをもう選んで、それだけでもうね、大変でしたよ。頭疲れたわ。でね、そんな感じで袋をね、二つ作って、明日の準備がもう終わって、今ね、ヘロヘロになりながら上上がってきて、もうね、冷めたご飯をこれから食うんですよ。で、今日のご飯はね、これね、豚バラ大根かな。多分、うちのご飯とかの多分、惣菜の元だと思うわ。でね、冷ややっこ。あとなんだこれ、ピリ辛キュウリ。これも惣菜だわ。で、これもね、昨日食べたけど、こんにゃくごぼう。これも惣菜だわ。で、これキムチ。これ多分すごうまキムチだわ。で、これ、たらこですね。焼きたらこ。うん。で、雑穀ご飯です。もう冷めちゃったよね。しょうがないけどね。もう本当買ってくれた人には感謝しかないんですけど、もうなんかいろいろな要望とか、希望とかね、勉強になった部分もあるんですけど、もう結構大変だなと思いましたよ。ただから数百円稼ぐためにね、すげえ大変だなと思いましたよ。もう弱ったからいいけど。はぁ、ということでね、もうご飯食べていきたいと思います。もう、疲れた。事前にさ、言い忘れてたんだけど、今日ね、また植物が2つ売れたのよ。で、明日外出する予定じゃん、一応。で、郵便局に行くんで、もう朝ね、梱包して、明日ね、郵便局に二つ出して、待って、玄関の前に、サヤエンドウ一袋置いて、で、1.4 キロ、1.5 キロぐらいのサヤエンドウを膝に乗っけて、植物を二つ持って、バス、改札で、サヤエンドウ渡して400円受け取って、そっからバスに乗って、郵便局行って、植物二つ発送すんのか、大変だな。ちなみにこれがね、私が軽くね、小一時間以上ね、ずっと採取し続けてね、指先痛くなった、これ、サヤエンドウ、これ。ね。新品なのはわかるでしょ？美味しいよ。私、絹サヤの方がまだサヤエンドウの価値あると思ってるからさ、豆食べたかったらスナップエンドウ食べるから。絹サヤじゃないんかい、みんな。好みがいろいろだな。